はい、こんにちは。日本改革徳澤です。ハルルン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。台風10号、今朝の8時ごろ鹿児島県薩摩仙台市に上陸、薩摩仙台市というんだな、に上陸。925ヘクトパスカルの非常に強い台風から955ヘクトパスカルの強い台風に変わったものの、瞬間最大風速は60メーター秒速、秒速60メーター、鹿児島県枕崎市で 51.5 メーターを記録、長崎県雲仙岳で 38.0 メーターを記録、九州7県で今のところ54人が怪我なさっているそうであります。窓ガラスが風で割れ、破片が飛び散ったもので怪我するのが多い。宮崎市で竜巻発生、瓦が飛んでガラスにぶつかって割れる被害発生。瓦飛んじゃ、飛ぶんだな。車がひっくり返ってました。軽ワゴンとか軽いのは危ないですね。こういう時はあの建物に寄せて駐車しとくんだって。こういう時は、宮崎市のあちこちで電線が切れ、停電、頑張れ給電、超頑張れと。野原にポツンと駐車は危ないそうであります。強い風が予想される時は、そういえば日本が人間が一番絶望する現象がですね、強風らしいんですよね。土砂降りでも雷でも暑さでもなく、強風に一番人間がその絶望してしまう。どうにもならない。気持ちが折れる。エアコン室外機が倒れて故障被害。黙って家にいるだけでガラス割れる、ガシャーンって割れるって怖いですよね。怖かったでしょうね。長崎市は39万人の市民全員に避難指示。丈夫そうな市庁舎とかに逃げられる人はいいですけど、そうでないと、あの近くの小学校とか中学校とかですかね、公立の。今の学校は、鉄筋コンクリートがほとんどですからね。まあ、木造の家にいるよりは安心なのかな。東京新聞独占報道というか、他は報道する価値ないと思ったのか、弱者がいないと商売にならない、いなければでっち上げたい日弁連が緊急集会開催。登壇者はクルド人とその支援者ということで、日弁連はですね、クルド人を次の飯の種にしたいみたいだな。視聴者はネット配信合わせてなんと350人。主催者発表、少なくねネット配信も含めて350って、まあ、生放送とかやって350だと過疎配信の部類なんじゃねえのかなちょっと思いましたけども、まああの新聞記事にそれでもなるんだね、こういう類のはね。在日クルド人と共に代表、ぬくい達弘、本当に気分が悪くなるメールが大量に届きます。事務所に嫌がらせの電話も増えてきた。芝木隊幹部、自称ライター、本当は何やってか分かんない、安田光一、これまで中国人や在日コリアンを差別していた連中がクルド人を敵に選んだと。トルコ政府にテロ支援団体指定されている日本クルド協会と、テロ支援個人に指定されている代表のワッカス、テロ個人、テロ支援個人で、ワッカスのあの口座も凍結されちゃったんだって。小さなトラブルはあるが、ネットの情報はほとんどデマだ。なかったことにしていいのか。ああ、だからあの日本人に中指立てて日本人死ねって、言ったのか。芝木対御用弁護士キャンバラはじめさん、初めて知ったことも多い。弁護士に何ができるのか、埼玉の皆さんと情報交換する場を作りたい。なんかもう芝木対総動員ですね。ということは、あの日弁連、民団、総連、共産党の夢のコラボイベントなんですか。要するに、あの無実の罪でネトウヨに憎まれているって言いたいみたいなんですけどね。世論です。なんだ、東京新聞の記事かよ。事実の指摘はヘイトスピーチじゃなくね。クルド人は犯罪や問題行動は一切ないって言いたいの。まあ、ワッカスはそう言ってますね。デマはお前らだろう。川口市民は怒っているぞ。いや、リアルにやってるのが各所で目撃されてるだろう。
ヘイトスピーチも何も犯罪しまくってる現実は見ないのか。クルド人の行動、発言、犯罪が映像で残っているんで、ヘイトでもなんでもない。何でもヘイトと言えばいい時代は過ぎ去った。犯罪者への非難をヘイトスピーチにすり替えてんじゃねえよ。クルド人が全員帰国すれば、犯罪もヘイトスピーチもなくなって解決と。川口のクルド人が言う通りね、帰国すれば捕まる、弾圧されるというなら、そりゃお前がテロ組織 PKK の一員だからだろうって話だよね。普通のクルド人何もせずに捕まったりしないもん。国会議員も多数いるし、大体トルコ人口8000万人のうち1500万人がクルド人っていうんだから、クルド人だからってだけで差別とか弾圧、してらんないでしょ。無理でしょそんなの。なね、もっと少数で数で抑え込めるならいいけど、無理だろって話なのね。つまり川口クルドっていうのは正解じゃなくてですね、川口 PKK って呼ぶのがより実態に近いんじゃないのかなって私は思っておりますけれども。だって PKK の歌や踊り踊ってたもんね。旗翻させてね。東京新聞の記事の趣旨は、実態を知らない市外のネトウヨがネット情報だけでクルド人をヘイトしてるっていうものでしたが、川口 PKK の悪行はいっぱい映像あるし、女子中学生を強姦して捕まってただろう。川口市の川にですね、もう5人も浮いてるって話で、それ全部嘘なんですかね。東京新聞はね、無実のクルド人、昔はそれで押し切れたかもしれんが、ネットない頃は、今無理やで。ネットに称号しこたまあるし、それが複製に複製を重ねて広がっていくんだね。川口の反クルドデモ、芝木隊の出動がデモ隊より多かったんだって。デモ隊が50人ぐらいで芝木隊が200人ぐらい来たらしいんですけどね。そういうの今めったになくなったから、張り切って出動しちゃったのかなーって。添田っていうやつ知りましたけど、野間康道とかまだ生きてんですかね。全然見ないけど、安田、キャンバラ、こいつらが次の飯の種をクルドに定めたのは明白ですね。何がね、これまで中国人や在日コリアンを差別した連中がクルド人を敵に選んだっつの、次の標的に選んだのはお前らだっつの、クルド人を次の飯の種に選んだのお前らだっつのね。フェミ数名、女性だけの街を作りたい。寄付して。目標金額5億円。5億円で街作れんの無理なんじゃないか。街は男に作ってもらうってオチじゃないだろうなって、男に心配されておりましたけれども、実際に寄付した人が後日目にしたものは、支援したプロジェクトが中止となりました。つきましては、返金方法についてご案内いたしますと。目標5億円に対して、なんと68万円も寄付が集まったみたいであります。まあ、返金してくれるだけ良心的ですかね。これ返金しないってなったら、詐欺で捕まりそうですけどね。計画中止の理由について、リーダーのウエムさん、男が作ったプラットフォームで集金したためと説明。何このクラウドファンディング、のプラットフォーム、男が作ったって発表してるの、世論です。そのロジックなら全 IT サービス使えんやろ。そっから女だけで作るの無理やないか。インフラ維持してんの男だからな。男が管理運営している電力会社の電気も使えないぞ。お前が着てる服も男が作ったやつやぞ。そもそも男が作った SNS で宣伝すんなよ。女性たちの支援はなかったみたいだな。5億円ポッチで街作れるわけないだろう。お前が使ってるネットもスマホも Twitter も全て男が作ったんだぞ。ただ女だけの街はフェミが好む理想郷ですね。人らは男を憎悪してっからね。でヘイトスピーチも平気。街を女の手だけで作れないっていう致命的な問題ありますけどね。女だけでビル建てられる。男から電気買いたくないなら、その町の電力はその町で発電するしかないですね。あと男の手が入ってるだろうから、米や、まあ、パックレトルトだの缶詰だの一切食えませんね。オランダのテレビ番組無人島にそれぞれ男ばっかり12人と女ばっかり12人を送ってサバイバル生活させてみました。企画スタート。男たちはリーダーを決めるわけでもなく、なんとなく自発的に
自分のできることを始めて、スタート数日で集落らしきものを作り上げておりました。女たちは着いたその日から口論を始め、口論をしていない時は日光浴を楽しんでいました。いつまで経っても何日経っても口論と日光浴をやめず、建設的なことを何にもしない女性党に、テレビスタッフは変化を求め、まあ映像変わり映えしねえからこれダメだって、番組なんで焦ったのかな。男性党から何人か引っこ抜いて女性党に、女性島に送り込んだんですね。送り込まれた男は馬車馬のごとく働き、家を作っていきましたけれども、女たちはそんな男を手伝いもせずに相変わらず口論と日光浴してたとさ、めでたしめでたし。もちろんこれはオランダの話で、日本女性も全く同じとは言いませんけれども、優しく美しく勤勉な日本人女性は口論と日光浴に明け暮れず、自発的に家を建てかて、始めてくれるはずなんだよな。女性の一番の発明品って男だと思うんですよね。女性から子供を産む機能を奪う代わりに、家建てたり物作ったり、あと社会的な行動、つまり、村作ったり町作ったり県作ったり国作ったりっていう能力を与えた。女性の染色体 X が46本、男の染色体 X が45本と Y っていうですね、 X の足1本かけです3本足のやつが1本、どっちが最初かっつったら絶対に女性の方、X46 本の方なんで、足をわざわざ1本ですねぶった切ってですね、子供を産む能力を男から奪って、その代わり家建てたり、飯探してきたり、国を作ったりって能力が男に発現した。まあ子供を産むって能力はそれとバーターできるほど、取引できるほど、国を作る能力と、取引できるほど、まあ偉大で巨大だってことだと思うんですけどね。というわけで私はですね、女性の一番の発明品は男じゃないか、国を作らす、自分らの代わりに、飯を探してこさせる、家を建てさせる、だから女だけの街って無理なんだよなって、今日の単身です。6年生まである小学生が全国で594万人となり、初めて600万人を下回りました。まあ、小学生が600万人切っちゃったって話で、そりゃ昨年の出生数が72万人なんだから、まあ当然ですね、今後もっともっと減るよ小学生の数、出生数もどんどん減るよ。ちなみに出生数推移がこちら、2015年、100万5721人、16年97万7242、2019年86万5239人、2021年81万1622人、2023年、72万6416人と、2015年から2028年の8年間で3割減少、100万から72万、3割減少してるんですね。今年は70万人切るでしょうね、多分ね。人口6000万人どころか、5000万人、4000万人の未来がそこにあるな。その時ね、今でも過疎ってる自治体、地方自治体は維持できんのかな。今は町議会あるとこでも人口何万人以下になったら町役場消滅って、なんか基準とかあるんでしょうか。なんか町会議員とか町長とかいるのは、5万人ぐらいかな、なんとかなくうっすら思ってるんですけど、早急にですね、女性が輝ける社会をとか言うのやめて、あと一人産んでみませんか、やらないとダメなんじゃないの。女性はそういう仕事、社会で仕事をする役目のために男を作ったんだからさ、ねえ、そう思いませんか。社会的動物なんですよ男の方が。まあね、自治体作ったり決まり作ったりシステム作ったり国作ったりするのは、女の人が男に任命したわけよ。子供を産む能力と引き換えにそういう能力与えるから、あとはよろしくってだから女性が輝ける社会をっていうのは生物学的にも無理なんだっていう話ですね。
自民党バカだから手っ取り早く外国人輸入して人口を増やすとしてますけどね。日本人が過去最大太った県、特に男性、厚労省発表、肥満と呼べる BMI25 以上が男性 31.7%、 女性 21.0% でした。パチ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 、男のちょっとぽっちゃり、女性の 1.5 倍ありますね。さすが女性は気をつけているんでしょうかね。腹出てるおっさん多いですもんね。きっと胃腸が丈夫で若い時と同じように食えるんだろうなと思って羨ましいですよ。私難病由来のですね、逆流性食道炎ですし、もう治んねえ、10年以上それで悩んできたから、今は薬で抑えてますけど、アメリカ人、日本人はなんでみんな痩せてるの、いやいやそんなことないからね、データで明らか。これ私ですね、中央値が下にずれたからじゃないかって思ってるんですよね。ほらクレヨンしんちゃんのお父さん、今で言ったらね、春日部に一軒家持ってるわ、車持ってるわ、結婚して子供2人作れるわ、今では飛んだ超エリートだって噂なんですよ。だから中央値、庶民の中央値が下振れしたんだねえのかな。そのせいで、安い炭水化物、例えばお金ない人の味方がパスタと冷凍うどんだって言うんですよ。パックご飯は贅沢品になってるんですよ。それでカロリー飛んでる。だからそういう風になっちゃって、みんな太っちゃってんのかなーって悲しくなりますね、本当に。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。